巨人大城、今シーズン限りでの FA がほぼ確実。阿部がなぜか小林優遇して欲してるし、これは取ったところ大儲けだろう。阿部云々の前に単年契約の時点でその路線だろ。何なら上から干すよう指示があるのかもしれないし。大城なんか欲しがる球団あるん？合格倍、福岡に帰ってこい。頭阿部以外どの監督でもレギュラー保守だろう。大城って30超えてるんやな、もっと若いと思ってたわ。それなら阪神坂本取るんじゃない。ソフバンの会も複数年断って単年契約してたな。今年の FA は保守の取り合いか。大城なんかって言うけど保守戦やと実質12球団の多いやろ。まあみんな大山の前座なんやけどね。扱いが荒れすぎて若手のイメックスしかないわ。でもバント下手くそやで言うほど争奪戦なるか。大城がいるから森を取らない。大城ホークスへ人的保障でかいが巨人に。小林なんておっさんだから来年あたりでダメになるだろ。岸田山瀬メインにして小林なんて干しとけ。安倍政権が小林で勝ってるからインサイドワークは劣ってると言われてもしゃあない。国母もそろそろ安倍と一緒に基地で解放して海藤大城トレードとかやってほしいよね。ピッチャーより打てないキャッチャー優先してクリーンアップ打てるキャッチャーを干すの怖いよ。ご視聴ありがとうございました。